抗日パルチザンとは、かつて日本の支配地域で行われた、主に共産党系の非正規軍の闘争、パルチザン活動、中国の東北地方における朝鮮独立運動を指す。朝鮮民主主義人民共和国の建国神話における名目上の正当性の根拠とされた、シベリア出兵において、ブラゴベシチェンスクに入場する日本軍を描いた作品。 スクイロウチ独演西軍大法より、に港事件で、パルチザンの攻撃を受け焼け落ちた、ニコライフスク日本領事館ロシア革命によって、混乱に陥ったシベリアへ、連合国の一員として、日本軍が出兵中、赤軍に協力して、多数のパルチザン部隊が結成された。ドミートリー・イショスタコービチの公共誌、10月革命には、パルチザンの歌が取り入れられている。この歌は、 日本では、能越え山を越えてという題名で知られるが、赤軍パルチザンが最後に残った沿海州の白軍を打ち砕き、ついに太平洋にまで達した戦いを歌ったものだ。1922年の末、白軍の崩壊を見届けた日本軍がウラジオストクから撤退することによって、ロシア内戦は終結したのである。もともと、ロシアにおけるパルチザンという言葉は、 本体に対する別動体を意味する軍事用語だったが10月革命の主体となったボリシェビキが支持派の非正規軍を好んでパルチザンと称したためこの当時から日本でも共産主義と結びつけて使われることが多くなった宴会州を中心にシベリアには多くの高来人が住んでいてロシア国籍を持つ者も,も多かった彼らの中には徴兵で 独祖戦を戦った後に帰還し、パルチザン部隊を立ち上げる者もいた。また、義兵闘争の頃から、宴会衆に逃れ、独立運動を繰り広げてきた、朝鮮人亡命者も多く、その一人であるリアズマヒカリが、上海臨時政府の国務総理になり、レーニンから資金援助を得たこともあって、後来人パルチザンは、抗日独立の旗を掲げていた。中でも、 僕、イリア率いるサハリン部隊は、1920年、に港事件の襲撃に加わって、有名になった。中国政府の調べでは、二港事件における赤軍パルチザン4300人の、うち、朝鮮人が1000人を占めていた。もっともこの二港事件により、日本における、当時のパルチザンの一般的なイメージは、貴族と変わらないとする方向へ傾いた。この時期、 ロシア領で生まれた、高来人だけではなく、独立武装闘争を志して新たに参入する、朝鮮人も多く、その中では、現役の日本陸軍機兵中尉でありながら脱走し、1920年代の前半、主にスーちゃんのパルチザン部隊を率いて、白軍と戦った、近慶点が名高い。彼は、直接、日本軍と戦ったわけではなかったが、状況からして、 赤軍に協力することが独立闘争だと認識されていた。二校での日本人を含む民間人大量虐殺に見るように暴虐な一旗組も多かった中で、K 点の率いるパルチザン部隊は際立って規律正しく、この時期中流日本軍との表だった圧力は避けたかった赤軍指導者の称賛をも受けていた。 独立運動の投資として、朝鮮半島内でも大きく報道され、インタビュー記事も載った。1922年の末、日本軍の撤退を受けたシベリアは、ソビエト共産党によって掌握され、日本との関係修復のために、独立を目指す、朝鮮人パルチザンは武装解除された。それに伴い、多くの朝鮮人が満州に移動して、独立運動の継続を試みたが、 シベリアでのロシア革命に伴った経験もあり、共産主義者となった者も多数いた。彼らは、1923年以降、延吉県、万弱県を中心に結集し、共産主義青年組織を立ち上げた。一方、朝鮮半島内でも朝鮮共産党が結成されていたが、第一次朝鮮共産党事件により、満州へ亡命する者もあり、 取り締まりの緩やかな満州での活動が活発化した。しかし、朝鮮の共産党は内紛が激しく、満州では民族派独立軍とも競合し、暗殺を交えた激しい内部構想のために、抗日活動はさほど盛り上がらなかった。1930年、コミンテルンの移行があり、満州の朝鮮共産党は中国共産党に吸収されることとなる。 中国共産党満州省委は、この方針に基づき、赤い5月行動を指令した。朝鮮族の多い間島では、どれほど熱心にこの指令を実行するかで、朝鮮人の中国共産党入党の可否を決める、というような方針があり、真島5.30事件が発生する。最初に行動を起こした部隊を率いていた人物の一人は、 金一星という論賃の体制中学生だった。この暴動は断続的に翌年の春まで続くが襲撃されたのは電気会社や鉄橋などの日本の施設と不裕な朝鮮人、中国人で100人を超える犠牲者も全て朝鮮人、中国人だった。1932年、関東軍の支配下で満州国が成立すると満州全土で 半満抗日を旗印に掲げる武装団体が立ち上がった。東北軍閥、馬族、宗教系武装団、朝鮮人民族主義者の独立武装団、そして朝鮮人を含む中国共産党パルチザンである。共産党系のパルチザンは当初ごく少数だったが、満州国側の巧みな戦部、相当、基準工作、政策により、 他の武装団体が衰弱、消滅していった中で、その残党を吸収しつつ一番、長く、満州に残ったが、それによって、日本側からは、強費と呼ばれる貴族の一種にもなった。1932年の春、中国共産党盤石県委員会が、朝鮮人20人余りで軍事部を作ったのが、満州で、最初のパルチザンだった。同年のうちに、 この物体は230人余りに膨らんだ。とはいえ、当初は勢力拡大に先進し、またそれに伴う内紛もあって、目立った戦闘は行っていなかった。翌1933年には、中央の指令で満州各地に人民革命軍を創設する運びとなり、万弱剣パル地山が核となって、馬族を抱き込むなどで人数を増やし、通過剣へと、 地域も拡大していき、数百から千人内外の東北人民革命軍、第一軍が成立した。さらに1934年から1935年、頃には、満州東部に、第二軍、第五軍が設立され、北部には第、第三、四、六から十一軍が編成された。真島においては、1930年の暴動に、引き続き、 朝鮮人共産主義者が、ごく狭い地域で、ソビエト政府を標榜して、土地支有廃止共同労働、共同生活を唱えて、騒動を巻き起こしたりもしていたのである。このように、1932年の初め頃から、パルチザンの小部隊が散在し、中国共産党による組織化は遅れたが、パルチザンの核はすでにできていた。 共産主義者の詩人、牧村博士が、高知市にいながら、日本共産党の機関紙無産者新聞の記事を見て、想像によって、マジマパルチザンの歌を作り、プロレタリア文学に発表したのが1932年の春である。東北人民革命軍は二度ほど、朝鮮半島内に侵攻しているが、最も世間を騒がせたのが、投稿事件である。 1935年2月、第1軍の第1独立士200人ほどが、朝鮮人の隊長、李高校に引きられ、西貫島を南下し、氷結した、王力港を渡って、平安北道交渉氷東高遊を襲撃した。民間人を殺害し、金品を略奪して、朝鮮人資産家の家に放火し、16人を拉致して、引き上げたが、隊長の李高校は、 若い女性であるという噂が流れ、話題になった。東北人民革命軍は、資金が欠乏していたためか、東高事件のように、略奪、拉致を常としていて、マジマパルチザンの歌のイメージからはほど遠かった。また、内紛も多く、民政団事件では400名余りの朝鮮人隊員が粛清されたと言われる。民政団とは、1932年に、 朝鮮総督府が真島に発足させた民族主義反共朝鮮人組織だったが、うまく機能せず、同年のうちに解体していた。したがって、事件が始まった時点では存在していなかったのだが、人民革命軍は、結局は中国共産党の組織であり、数が多いにもかかわらず、朝鮮人隊員は排斥、阻害される傾向にあったのである。1935年に、 東北人民革命軍第一、軍師長権参謀長の李高校は戦死するが、李高校主体は、通過事件などで活躍する。北朝鮮大西山革命列資料にある、高日パルチザン群像1935年、中国共産党中央は、コミンテルンの人民戦線統一戦略に基づき、東北人民革命軍を、あらゆる反日高万武装団との合作を目指し、 再編する方針を打ち出した。したがって、共産主義には属さない、武装団体も、抗日の一点で一致すれば、共闘し、吸収することを目指すこととなった。さらには、民政団事件による消耗もあって、東北人民革命軍は、1936年の春頃より、東北抗日、連根軍に再編された。ここから、近日世のパルチザン活動が、 本格的に始まったとされる。なお、東北抗日、貫根軍は、民政団事件の反省から、中国共産党への朝鮮人支持基盤をつなぎ止める、方策として、在万肝人祖国幸福会を組織する方針を立てた。それに基づき、近日成部隊は、環境南道鉱山軍を中心に活動していた、共産主義グループと連絡を取り、共闘関係を築いた。 鉱山グループは、右派、左派、武闘派、恩恵派問わず、朝鮮独立を歌っていた、政治団体の多くが、朝鮮半島の外で活動する中で、唯一、朝鮮に泊まり活動していたことで、独立を先望する、朝鮮人の中でも一目置かれていたとも言われる。東北港日、貫根軍のパルチザン活動の中で、最も注目を集めたとされるのが、 1937年の不天保の戦いだが、鉱山グループの手引きで成功したこの襲撃は、略奪、拉致、放火を伴い、東北人民革命軍の頃と変わっていない。除大宿著、近日清思想と政治体制によれば、近日清部隊の兵力補充は、中国人クーリー及び、朝鮮人の汚民を徴用し、村や町を襲撃するたびに、 人質にとった若者に訓練を施しては兵士に仕立てた。また、食料の調達で最も一般的なのは人質をとって富裕な朝鮮人に金を供養する方法だった。求めに応じない場合には人質の耳を切り落とすと脅し、それでも応じない場合には首をはねると言って人々を恐怖に陥れたということである。確かに、金日世のパルチザン活動は 朝鮮半島で大きく報道されたが、おおむねその蛮行、略奪を非難する内容で襲われる満州の朝鮮人の民の苦しみに同情を寄せたものが多かった状態で、決して英雄扱いではなかった。それには、シベリアの近景点の頃とは、事情が違い、朝鮮総督府の報道検閲が厳しくなっていたこともあった。戦闘、補給困難、脱走、 基準などで、東北港日、津波軍は消耗していき、近日清を含んだ残党は、ソ連領に逃げ込んだ。彼らは、第88独立狙撃旅団に編入されたが、対日戦に参加することはなく、北朝鮮を解放したのはソ連だった。平壌の祖国解放戦争勝利記念館に、掲げられた、近日清将軍の駅日清を中心とする。 満州派パルチザンは、ソ連軍が占領した朝鮮半島北部へ入り、北朝鮮建国の中核となった。解放後の1945年10月14日に、北朝鮮に進軍したソ連軍は、金日清を国の指導者として、アン市民に紹介したが、1920年代に活躍した当時ならとっくに銀髪であるはずなのにと、いぶかるものが多かったという。 もともと日本統治時代の朝鮮には、独立武装闘争を繰り広げる、キム・イルソン将軍伝説があり、日本陸軍士官学校を出ている、義兵闘争の頃から1920年代まで、活躍した、知事道の法を使い、白馬に乗って、野山をかけた、白頭山を根城にして、日本軍と戦った、ロシア、満州満州、朝鮮半島の国境を付近で、 好日闘争をしていたなどと言われていた。この伝説にあやかり、カンナリ柱は1930年以降のある時点から、金日星という名を使っていた。金日星、偽物説を否定した、和田春樹も満州事変の開始とともに、武装闘争を目指した。彼は、そのために、本名のカンナリ柱を隠し、真マ島マ地方に流れる、伝説上の英雄の名、 近日生を名乗るに至ったものと考えられると述べている。ありがとうございます。